ランク到着。今日は飛行機に乗りますよ。以上です。今日は一番端っこのジェットスターです、うん、
空に到着して、帝国に到着したんやけど、レンタカーを借りて乗り出しまでが1時間10分もかかりました。沖縄恐るべし、大混雑です。三好飯の店って名前何だったっけ？大盤振る舞い。大盤振る舞いです。西原店に行きます。来てる？西原店、手だこ裏西駅から歩いてちょうだい。だからさ、手だこ裏西までな、このレール乗ってみたはいいわ、なんもないわっていう人にとってはいいと思いますよ。また20分ぐらいで着くかな。早く着かないと、あのなんか売り切れ続出、うん、いや多分ね、あの12時には売り切れになってますよ。日替わりはマジか、うん、到着正面です。到着しました。これしようか。いいのこれで、うん。てんこ盛りこぼれ鉄火です。お皿が2段になってる。でこれです。甘とろ定食、これすごくない？でこっちが甘とろ定食です。すごいな、初めて見たわ。でっかいな。食べるよ。見てこれ。あ、そっちから見えない。これ。めっちゃうまい。嘘。本当。交換してあげようか。すごいうまい。交換して。いいのか。おばさんがカマトロがいいって言って交換しました。交換してもらいました。じゃーん、このタワーがすごい。タワーがすごいな。これ温泉卵って言ったんだけど、何に使うの？どんぶりの上に乗せるんだ。そうじゃない、これ終わったら次これ乗せて、いろいろ味変できるんじゃない？なるほど。すごい。これ、これで取った方がいいな。こんなんなった。おー、美味しそう。美味しそう？ふわふわしてる。おいしい。めっちゃおいしい、これ。おいしいやろ、うん、これさ、めっちゃ食べるとこあんねんけど。具がいっぱいついてるってこと？うん。もくもくとほじってますが、美味しいですか？美味しい、すごい。美味しいな。え、これ。でっかいマグロやな。この道いいな。うわ、すごい。何これ。これすごいな。
絶景じゃん、ここ絶景です。わー絶景です。すげー。入りますよ。はい、海中道路ですよ。海中道路ですよ、うん、おー左側が絶景なんですけど、うん、勝手に止めてんだよね。ねえ、だってここすごい綺麗だもん。駐車禁止ですよ、ここは。そうなん、うん、ダメですよ。綺麗ですね。ねえ、うん、いいじゃないですか、ここ、うん、あそこが道の駅やね。今ね、こっちからずーっと来て、うん、この橋渡って今ここ、うん、この道の駅綾橋にいます、うん、そうだな、宮城島のここ宮城島なんだけど、うん、だから今ちょうどここな、うん、でこう行ってこっちの橋行ったら浜比嘉島の方行く、うん、今回はこっちまっすぐ行って、うん、この宮城島のこの辺、この辺行きます。これですね、花風バンタ。うわー、バレてる。うわー、いい。おーおー、めっちゃいいな。ここ宮城島、ここは宮城島かな。宮城島、こっちが宮城島だから、その手前だね。すごいいいとこだね、うん、石油コンビナートがある。コンビナートじゃない、備蓄基地がある。へえ、ほら、あ、本当だ、石油タンクいっぱいある。あ、なにこれ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 、なに、え、なにあれ。嫌だなあれ。車で4分です。でしょ、この辺じゃないのかな。まだまだまだですよ。あと塩ファクトリーに着きました。これに行きます。今からこっちです。よいしょよいしょ。すごい気持ちいい。わあ、すごい綺麗、海めちゃくちゃ綺麗。海ちょうどさ、見て、満ち潮ぐらいだと思うね、これで。うん、めちゃくちゃ綺麗。あそこ人いるじゃん。行ったんだね。ここ一応な、うん、獣道みたいなのがあってさ、うん、行けるみたいなんだけど、うん、タブの巣があるからやめた方がいいよって書いてた。へえ。もしかしたら海から行ったんじゃない？Thank you.
あれが浜比嘉島です。今教えたったでしょ。ソフトクリーム買いました、はい、もう溶けてきてるので食べてください。はい、はい、200m 発見。これも米軍ですな。右方向です。どこ100m 右方向です。ここかな。ここです。こんなとこ分かりづらい。あと 100m で右折です。うん、これ対向車来てほしくないな。狭いね。うん、あと 50m。 うん、いける。右折って、これかいけるよ。ガタガタ道です。いや、嫌ですね。嫌ですか。すごく嫌ですね。白い貝殻の道だと思えばいいさ。何ですかこの車は。これあれちゃうか、浮くの浜止めれないからみんなここ止めてんじゃない。そうな、ここ右なんだけど。右方向、うん、ここからもう歩いていかないといけないってことかな、もしかして。そうみたい。あ、なんか閉まってるんですけどね。いや、だから歩いていくんでしょ。今浮くの浜に向かってます。車で途中までしか行けなかったので、ここから歩いて行きます。車は入れません。本当はもうちょっと先まで行けたのかな。いや、どうなんでしょうね。人いっぱいやで。本当だ。しかも Y ナンバーばっかりでした、止まってた車が。うん、ね、いいとこだね。いいとこ。うん、濡れました。そうなんや。どこですよ。ちょっと濡れましたよ、ズボン。濡れました。もういきなり濡らしましたよ、沖縄来て。夕方の4時なんですけど、ヘロヘロです。今からとりあえずホテルにチェックインして、うん、荷物を置いて、うん、また夜出かけようと思います。鬼鬼です。ご飯食べないと。ホテル、なんせ2人で飛行機代込みで朝食も全部込みでレンタカーも込みで43,000円ですから。安すぎます。超安いな。あれか、あれだ、エグゼスって書いてある。なんだ、ハレクラニのとこか。ここです、カリユシリゾート。本当だ、エグゼス女。わ、かわいい。かわいい。これ車がないとビーチに出る気がせんな。これあのシャトルバスが15分おきに出てるらしい。なるほど。
かりゆしビーチまで。これだ、黄色いやつ。黄色いの、うん、あ、ほんであの一番上がプール付きの、うん、そうそう、お部屋なんだ。偉い人の、偉い人のね、うん。どこ？突っ込んでいいかな。金のシーサーがいる。ストップ。到着。こっち、こっちどうぞ。すごいいいやん、ここ。いいんじゃない？その沖縄ラブのところからさ、うん、なんか夕日が見えるじゃん。うわ、すごい。めっちゃいいですよ。もうすぐ夕日が沈みます。有線消してください。アダン越しの夕日。もう沈んじゃうね。沈むな。あっという間だな。着きました。シーサイドドライブインです。外人がいっぱい。いっぱいですね。いっぱいですよ、なんか、うん、1時まで終わり。えっ、うわ、マジで今日の晩御飯です。なんか初日からコンビニ飯になっちゃいました。最悪。なんか夕日を見に行って、 それからのんびりご飯食べに向かってたら、うん、なんと閉まってました。閉まってました。ちょっと遅かったですね。なんかお持ち帰りも長蛇の列だったんで、うん、で済ませることにしました。でも美味しそうやね。美味しそうやな、うん、食べよっか。おう、はい。ハンダウンサービス、またチンスコ増えました。すごいですよこれ。ジャーごと持ってきたね。マジでこれすごいですよ。